はい、じゃあ1番です。a の2乗マイナス bc マイナスの bc プラスの ac。a の2乗マイナス 2bc プラスの ac。代入していきます。2分の3の2乗マイナス2かける14分の5かけるマイナス3分の7。プラスの2分の3かける マイナス3分の7 4分の9マイナスのあここはマイナスでつながっているのでプラスにしましょうプラス2 ×十四分の 5× かけるの3分の7後ろの2つもかけたらマイナスになるのでマイナス2分の 3×3 分の7約分します7で割って2 2と2でなくなって、3と3でわくなってですね。これで4と3と2ですから、12分ので合わせていきます。すると、12分の4の3倍なので9の3倍、327。七。プラス、3の4倍なので5の4倍、20。マイナス、2の6倍なので7、6、4、12、42ですね。 えー、そうすると、12分の47引く42ですから、12分の5という答えになりました。2番、ある商品を永円で仕入れ、まず最初が永円で、えー、P 割の利益を見込んで定価をつけましたですから、A カッコ1プラス 10分の P 円が定価売れなかったので、定価の9割引。マイナス9割ですね。で、売りました。えー、ってことは、A カッ1プラス10分の P から1マイナス10分の9です。えー、この時、売り値を B 円とします。なので、えー、B イコールの A カッ1プラス10分の P。 一マイナス十分の九でした。三番。方程式 5x マイナス a は 3x プラスこの解が x が三。じゃあ x に三を代入すればいいので三五十五マイナス a はサザンが九プラスの五マイナス a は十四マイナスの十5マイナス a はマイナス一で a は一でした。 次4番ある列車が 2030m のトンネルに入り始めてから出てしまうまでに90秒かかりました、えー、まずこの渡り始めてから渡り終わるまでとか入り始めてから出終わるまでっていうのはどういう形になってるかというとこうトンネルがこうあるとしたらば渡り始めるはトンネルにくれた瞬間ですね そして、えー、出てしまうまでというのは、このトンネルから完全に出ると。こういう状態になります。そうすると、移動した距離というのが、えー、例えばトンネルならトンネルの後に、車体分、車体分だけ飛び出すというのが、移動した距離ということになるわけです。移動した距離はあくまでこれを合わせたものなので、そこに気をつけて問題を解いていきます。 2030メートルのトンネルに入り始めてから出終わるまでに90秒かかった。なので、まずは2030メートル、そして移動したのはこれにプラス、車体の分だけ長くいます。これでかかった時間が90秒だと言ってますね。また、この列車が1280メートルの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでは60秒かかりました。 こちらも渡り始めてから渡り終わるまでなので、1280m でかかった時間が60秒というふうになります。で、この列車の速さを求めなさいという問題になっていますが、とりあえず、この速さに当たるところですね。速さは、 時間分の距離ですから、これを文字式で表すと、90分の2030プラス X。こちら側の速さは、まあメートル毎秒ぐらい書いておきましょう。メートル毎秒ですね。こちらは60分の1280プラスの X メートル毎秒。 で、これ、どちらも同じ速さだということなんですから、方程式を作るなら、90分の2030プラス X は、60分の1280プラスの X と。この方程式を解けばいいということです。ただ、最終的には、この列車の時速をなので、まあ、こちらを計算してですね、えー、まあどちらに代入してもいいですけど、X が出たら代入して出てきた答えが速さ。 で速さはメートル毎秒ですから、これを時速を求めなさいになっているので、最後の計算のところが大事になってきます。さて、では計算ですね。180を両方にかけると、2かっこ2030プラス X は、3かっこ1280プラスの X。あとはこれを解いていきますね。4060プラス 2X は、 えー、1280×3 ですね。3波24、32が6、7、8、えー、38ええ三千八百4 0プラスの 3x。移コしてマイナス x は3840マイナスの4060。ええー、と、4060の3840、0の2の。 2の220ですね。x は220というふうに出てきました。えー、x が220っていうのは、これ、車体の長さの話ですから、今度はどちらかに代入をしていきます。今回、こっちに入れてみますね。えー、速さを求めるために、こちら側に代入します。60分の1280プラスの220。 単位だけ確認しますけど、これ、あくまでメートル毎秒のことになります。すと、60分の1500ですね、ちょうど。えー、すと, 0, 0と、00、えと、ー、6で割れそうですけど、一応3で割って2、3で割って3、55の50、えー。計算すると、25メートル毎秒になりました。これ、あくまで、えー、秒ですから、 時速に変えななきゃいけないけ単位変換をするためには25に6 0て分速6 0て時速ですねでまあこれどうしても絶対大きい数字になるので、えー、こいつを最終的にメートルをキロに変える、えー、1キロメートルは1000メートルですから1000で割ればいいですね メートルをキロにするには1000で割ればいい。じゃあ、0、0、0、0なくなって、5で割って2、5で割って5ですね。えー、6、6、36に5をかけるので、えー、6、5、30、えー、3、5、15、180になっちゃった。ええー、と、で、2で割らなきゃいけない。あ、2割っときゃよかったですね。えー、ってことは2分の180ですから、 9 0 k m 時というのが今回の答えというふうになっていました。はい、では5番です。a は自然数とする。√15-a が整数となるような a の値を全て求めなさい。まず、√の中身が2乗になるとそれが飛び出してくるが基本ですね。 で、マイナスにルートの中がなることはありませんから、このルートの中に入る数字は、1だとルート1、2だとルート4、3だとルート9、4だとルート16、えー、というふうになっていきます。で、A の値、自然数ですから、15から何か引いて16になることは絶対にないので、まずこちらは考えなくていい。 じゃあ、ルートの中が1になるために A の値はいくつだったらいいか。14ですね。4になるためには A の値が11だったらいい。9になるためにはルートの中が6だったらいいということになりますね。で、ここまでできれば基本的にはいいのですけれども、えー、もう一つ忘れちゃいけないものがそれ何かというと、0のとき、 ルート0でいいわけですよ。ということは、A の値が15というときも使える。ここが引っ掛け問題に今回はなっていたんじゃないかなと思います。なので、答えは6、11、14、15ということになりました。あと6番です。えー、半径8センチ、面積 8π の扇形を作るには、中心角を何度にすればいいですかということなんですけど、 まあ、扇形があってですね、中心角 A 度、半径が8、そして面積ですね。今回、面積が 8π になりますよ、というふうになっています。じゃあ、公式をそのまま作ればいいですね。半径かける半径かける π に360度分の A 度。まあ、公式一応確認しますけど、πr2 乗、半径かける半径かける π かける360度分の A 度をすると、 面積が出てくるわけです、扇形方は。であれば、今回面積の部分が 8π って分かってて、8の2乗 π、半径が8って分かってただ、360度分の a 度のところが分からないということですから、これを求めていきます。で、えー、まず両方 8π で割ってしまえば、1イコールの8かける3 6 0分の a。えー、こちらを とりあえずやってみましょう、えー。8でいきなり割れますが、4で割って2、4で割って、縮36、90。ってことは、2で割って45と。両方に45かければ、45イコールの A なので、A の値は45度と。いうことで、中心角は45度ということですね。扇形の面積やこの長さを求める公式。 まあ面積がこちらですね、えー。この長さを求める公式の方は、この長さでここのことですけど、えー、こちらは 2πr×360 分の a ですから、せめてこれぐらいはね、きちんと覚えておいた方がいいと思います。では、7番ですね。半径が 2a センチ、高さが b センチの円柱の体積は 半径 A, A センチ、高さ B センチの円柱の体積の何倍になりますか、えー、それぞれを求めてみましょう。じゃまずはこちらの方からですね。半径が 2A の円柱の体積。まあ、円柱ってこうなってるわけですから、えー、平面積をとりあえず求めればいいと。いいよ、いいよ。はい。えー、じゃあ、ここのところの面積が えー、半径かける半径かける π。2a の2乗に π ですね。これに高さ b で出来上がりですね。えー、こっちが s1。で、えー、もう一個の方。えー、今度は半径 a センチ、高さ 2b の円柱の方ですね。えー、こちらの方、s2 は、a の2乗 π かけるの 2b。 まあ、この2つを比べればいいということになってきます。えー、簡単にやれそうですけど、一応計算しましょうか。え四、ー、4、4 π a の2乗 B。えー、こちらは、えー、2πa の2乗 B。うん。すると、こちらは、こちらの2倍だっての見ただけでわかりますね。 えー、ということなので、答えは2倍ということになりました。では、8番です。えー、2直線 y イコール 2x プラス a、y イコールマイナス x マイナス4が1点で交わり、えー、シンプルに書いてあげると、まあ、こんな風になっているわけですねで。こいつが1点で交わっている、えー。その交点の x 座標が5である。 A の値を求めなさいということになっています。じゃあですね、この2つの直線に対して、X に5を代入してあげればいいですね。5を代入すると Y イコールの10プラスの A。5を代入すると Y イコールマイナス5、マイナスの 4A。じゃあこれ、同じ、えー、Y の値、A の値が入るわけですから、連立方程式で解いてあげればいい。聞くと0。 引くと15、引くと 5A ですね。えんなら A、5A はマイナス15ですから、A はマイナスの3と出てきます。ああ、終わりましたね。A の値を求めなさいですから、これで終わりですね。A はマイナスの3。はい、じゃあ9番。10円、50円、100円の効果を使って200円にする方法は全部で何通りありますか ?1 円も使わない効果があっても良いものとします。ということでやっていきます。 えー、まずは表を作って、えー、100円効果50円効果10円効果ですね。これで整理をしてみたいと思います。まず100円効果1枚も使わないと。えー、0枚で。50円効果も1枚も使わないということでいくと、えー、10円効果20枚で200円が作れます。 今度、100円硬貨0だけど、50円硬貨1枚使いましょう、えー。そうすると、えー、10円効果はあ15枚必要ですね。はい、100円効果ゼ0、50円効果がじゃ2枚です、えー。そうすると、えー、残りあと100円分ですから10。えー、50円硬貨3枚にすると、10円硬貨5枚。 100円硬貨は0枚、50円硬貨は4枚、えー、で、10円硬貨は0枚がありますね、えー。で、100円硬貨1枚の時に0だと10。えー、そして、100円硬貨が1枚、50円硬貨1枚だと5。えー、100円硬貨が1枚、50円2枚だと0ですね。えー、そして、えー 100円効果が2枚の時には00ということで、123456789ということですから、答えは9通りというふうになりました。はい、では10番です。2つのサイコロを同時に投げるとき、目の積が12の倍数となる確率を求めなさいと。まあ、サイコロ A とサイコロ B を投げて、この2つの目が出てかけたら12の 倍数となる確率。つまり12以外にも24、えー、36のいずれかということになりますね。じゃあ、積が12から考えていきましょう。1×12 はありませんから、2と6、2、6、12ですね。えー、それから、3と4、4と3、6と2と。 え席が12で4通りありあました。次は、えー、積が24。えー、24になるのは4624、6×4 の2つ。えー、最後に、えー、積が36ですけど、36になるのは6と6しかありませんね。 これで、1、2、3、4、5、6、7個あるということになりました。サイコロ2つだと、6個から1個選ばれる、6個から1個選ばれるで、7つが今回の条件に合うんですから、答えは十六分の七ということになります。